今回はトマトレッドモーションさんの作る結婚式の映像を紐解いていきます。はい、どうもとしやです。トマトレッドモーションさん、皆さんご存知ですかね。まあ、結婚式以外の映像も作ってるんですけど、僕がやっぱり結婚昔から見てるんですけど、やっぱ結婚式の映像を作ってるイメージがやっぱり強くて、でめっちゃ素敵なんですよね。何がどう素敵かって言われたら難しいんですけど、もう最近シネマティックって言葉がすごく流行ってると思うんですけど、このトマトレッドも今からもトマトさんって言いますね。トマトさんの作る、結婚式の映像はシネマティックとかじゃなくて、もう映画なんですよ。もう映画です。シネマティックなんて言葉はもう使えない、もう幼稚っぽく聞こえてしまいますね、シネマティックは。でも結婚式ってドキュメンタリーなんですよね。なのであくまでも映画ではないんですけど、でもそのドキュメンタリーをいかにこう劇的にこう作るかみたいなところがあると思うんですけど、やっぱり今ってなんか結婚式の映像ってだんだんこう映画っぽい作りにするのがもう主流になってるんですけど、やっぱりこのトマトさんが作る結婚式の映像は、この結婚式を映画っぽく作る、映画っぽくって言っちゃいましたけど、前ドキュメンタリーなんでね、映画っぽく作るなんか第一人者なのかなと僕は勝手に思っています。もちろんいろんな会社はあると思うんですけど、知らないですけどなんかそうなのかなと思っています。というわけでちょっと見ていきましょう。でちなみに今回そのトマトレッドモーション、トマトさんに直接ご連絡しまして、今回このまるで映画のような結婚式フィクションっていう YouTube に上がってる動画をYouTube で話させてくださいっていう風にご連絡して許可をいただいて、今から話していきます。というわけで見ていきましょう。なんかドバイに1回行ってですね、で1回目の砂漠があったんですけど、そのもう1個砂漠があるっていうのを知って、お分かりいただけましたかね。ドキュメンタリー、まあ、結婚式の映像に関わらずドキュメンタリーの映像が特にだと思うんですけど、その映像の主役となる人物が誰でどんな人かってわからないと、今から見る映像って正直何も入ってこないんですよね。誰が何を喋ってるのかな、どういう感情で喋ってるのかなっていう風な意図がわからないと正直全然入らないんですよ。なぜかというと、その主役が誰かわからないからなんですよ。もちろん映画とかだったら主役が誰で、どういう人柄でっていうのは前情報って なんとなく分かりますよね。でも結婚式の映像ってその人がどんな人かなんて全然知らないんですよ。他人じゃないですか。で予告もないですから、やっぱりその人がどんな人かっていうのを分からせる必要が僕はあると思っていて、でもうこの映像今8秒しか経ってないんですけど、もうなんとなく分かったんですよ。あ、この新郎面白い人やなってなんとなく分かりましたかね。最初に新郎が、ドバイの話をしていて喋っているんですけど、その時に写真が流れるんですよ。一回行ってですね、で一回、はい、まあおそらく前撮りの写真ですかね。砂漠で写真を撮ってると、これの砂漠があったんですけど、もう一個砂漠があると、はい、いやめちゃめちゃ面白いじゃないですか、この写真。まあ要は新郎がドレスを着ているっていう写真。まあこれ丁寧に解説したら余計恥ずかしいんですけど、これめっちゃ面白いんですよ。でこれ普通しない格好なんで、これをする新郎面白いっていう前提でもう見れるんですよね。だいたいどんな人柄かっていうのはもうおそらく察しがつくかなと思います。これって結構重要ですよね。やっぱ前提の条件がある程度入った上で映像を見るっていうのはすごく大きいかなと思いますね。じゃあ続きちょっといきます。でも知って、そこにすごいいいホテルもあって、プール越しの砂漠もあったりしたんで、これはぜひ行きたいなみたいな。はい、まあインタビューですよね。要はインタビューの映像が今ここであったんですよ。そこにこれ、そのちなみに今日僕が喋る内容は全て憶測になってます。このトマトさんに全て確認したわけではないので、あ、全部こうなのかなっていう僕の推測で全て喋ってます。で今ね、ここ、まあ、新郎へインタビューしてるわけですよ。で、まあ、ブライダルの映像を撮ってる人は皆さんどう撮ってるかわかんないんですけど、おそらくインタビュー撮るってなったら、
背景をじゃあここで、光が当たるからここでこう撮りましょう。じゃあ椅子はこの角度で向けて、インタビュアーはここに立つからカメラはこの位置で、カメラはこの高さでみたいな、なんとなくセット組むと思うんですよ。軽くね、セットって言っても本当に軽く、まあドキュメンタリーなんでその場その場で対応しないといけないんで、なんとなくセット決めると思うんですけど、これはなんか決めてない感じするんですよ。要はここのソファーに座って、カメラマンはカメラを横に立てて、カメラをこう横に構えながらカメラマンとこう会話しているっていう状況なんですよ。これ僕の今の価値観とか考え方だったらこう撮れないんですよ。やっぱりちょっと組んじゃうんですよ。光がこう当たってるからここに立って、背景はこういう風にした方が収まりがいい、綺麗な、美しいなっていう状況にちょっとしちゃうんですよ。ただでもドキュメンタリーを撮るってなったら、嘘くささが出ちゃうと台無しになっちゃうような気がしてて、ドキュメンタリーだからリアル感を残しつつ本音を引き出さないといけないわけですよ。だからこそ割とこの、なんでしょう、ラフな感じであえて撮ってるのかなって今推測してます。わからないですよ。本当のところはわからないですけど、多分ここでバチバチに決まった、構図も決まって、背景も決まって、光もすごく丁寧な当たり方されてる、なんでしょう、なんか本当によくあるインタビューのあるじゃないですか、構図とか、ちょっと右側に置いて左向きでなんやとかあるじゃないですか。なんかそういう構図で撮っちゃうと一気になんか嘘くささが出ちゃうような気はしますね、ここで。だからあえて新郎も衣装を着ずに私服で撮ってるのかなと思いました。本当にリアル感を出す、リアル感を出すというか、多分新郎がある程度リラックスしてる状態じゃないと、おそらく本音も聞き出せないと思いますし、なんかインタビューというより本当になんか会話をしてるような感覚ですよね。今から本番を迎える前のちょっとコミュニケーションがてらの会話をしてるような感覚だからこそ、リアルな内容が引き出せてるし、リアルな雰囲気で伝わるんじゃないかなと推測しています。だからすごくいいですよね。なんかドキュメンタリーって感じしますよね。続きいきます。すごいいいホテルもあって、プール越しの砂漠もあったりしたんで、これはぜひ行きたいな。なんか僕こういうのも好きなんですよね。こういうのなんかこの距離感、これってまあ、僕がカメラマンだったら、この冊子を撮る、ペーパーアイテムを撮るところってやっぱちょっと距離取っちゃうんですけど、この距離感って実際に人がこのペーパーアイテムを撮るリアルな距離感よりやや近いぐらいかなって撮ってるんですよ。だからこそなんかこのペーパーアイテムの印象がより濃く残る感じはしますね。なんかこの距離感ちょっと好きですね。なんか遠くから客観的に撮るんじゃなくて主観的な撮り方をされているのかなと感じました。なんとなくここでワクワク感って伝わったんじゃないかなと思ってます。なんかやっぱりここって、まあテーマパークで言うとチケットを購入して入園のゲートを入った瞬間だと思うんですよ。やっぱそこって人って一番ワクワクしますよね。だからこそこの音楽のこのテンポ、トゥッドゥッドゥッドゥッていう、やっぱこのワクワクするこのテンポの感じありますよね。ワクワクしてくるんじゃないかなと思います、この視聴者も。はい、こういうの好きですよね。この要はカメラトランジションみたいなことで、シーンが変わった時にショックがないような映像にしたいわけですよ。要はここ披露宴会場ですけど、次要は新婦のお支度シーンのところに移るっていう移動なんですけど、いきなり人物の顔を見せてしまうと、まず誰だって認識するところから始まっちゃうんですよ。でもああやってヘアメイクさんの黒い後ろ姿から徐々に見せることで、違和感なくシーンは映れてるますよね。こういうのいいですよね。うん。
ねえ、洒落てますよね、こういうの。こういうアイデア、もう僕全くないんですけど、めっちゃ、なんでしょうね、いいですよね。あ、どこがいいかというと、カメラワークですよね。こう、多分ペーパーアイテムですよね。こう、アラジンのこのランプが、だけに最初光が当たってるけど、カメラを振って戻ったら光の当たりが変わって、フィクションっていうところに文字が、光が当たってるわけですよ。洒落てるカメラワークですよね、本当に。いいな、発想。これ何で撮ってるんですかね、外光かな、カーテン違うか。でもこんなカーテンやったらこんなくっきりの影出ないですもんね。照明を焚いてるのかちょっと分かんないですけど、なんかこういうカメラワークもおしゃれですよね。まあ意図は分からないですけど、本当におしゃれだなと思います。でこれちょっと皆さん逆にどうされているか分かんないですけど、やっぱり BGM の盛り上がり、今回で言うとこの BGM の一番の最初の盛り上がりですよね。まあサビに当たるのかな。てん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 じゃーん、軽いでしょ。てん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 じゃーん。だからここでこのじゃーんで絶対に盛り上げないとダメなんですよ、映像って言って。やっぱり映像って音楽に絶対に合ってないといけないんですけど、音楽がある映像は。で、僕だったら、この、てん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 、じゃーんでカット変えたいんですよ。てん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 、じゃーんで、絵を変えるたいんですけど、ちょっとワンテンポ遅らせて、で、乾杯っていう発声の声が使われてるんですよね。なんか、これが気持ちいいんですよ。僕だったらこの発想はないんです。てん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 、じゃーんでカットを変えて、乾杯みたいな。になっちゃうんですけど、なんでしょうね、どういうトリックかわかんないですけど、こういうのって本当にもうここ何フレームの世界だと思うんですけど、乾杯のカーの本当に最初の一瞬の言葉だけ先に先行して聞かしてるんですよね。あの、わかります？わかんない、ちょっとわかんないです。違うかったらごめんなさい。さっきのこのカットの前のフィクションっていう文字に当たってるところに先行で音だけちょっと乾杯って入ってるんですよ。もう一回見ますね、ちょっと、ちょっと入ってます。多分 3,4,5 フレームぐらい入ってると思うんですけど、だからあれかな、しっくりくるのかな、わかんないですけどね。てん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 、じゃんでカットを変えずに、音を若干先行して、でも、乾杯っていう言ってる音は絶対聞かせないとダメじゃないですか。やってるから。で、じゃーんと同時に乾杯って言っちゃうと、乾杯の音がかき消されるんですよ。だから、じゃーんも残しつつ、乾杯の音も聞かせようと思ったら、こうなるのかなとか感じましたね。難しいですよね。だから、ジャーンで盛り上げたいし、ジャーンで盛り上げる音声も使いたいだけど、全部そこのジャーンに合わせてしまうと、情報の渋滞が起きちゃうんですよね。絵も音も、音声も絵も音楽もバーンって一気にこう来ちゃうと、情報の渋滞が起きるんですよ。だから、一個ずつ処理するために、BGM、音声、絵っていう順番で見せてるんですよね。なんかだから全てがしっくりくるのかなって、僕が今喋りながら感じました。こういうのってなんか自分でこう研究しないと、あ、もちろん今僕が言ったのは合ってるかわからないです。でもこうなのかなって推測することが僕は重要かなと思うので、僕は今情報の渋滞っていう言葉をチョイスしたんですけど、なんかそういうことなのかなって僕は今仮説しています。合ってるかはわかんないですよ。そういう意図で編集されてるかはわかんないですけど、僕はそうなのかなと感じました。なので僕は今後参考にさせていただきます。続きいきます。
ちょっと一回止めますね。まあ明らかにワクワクする映像が続いてると思うんですよ。明らかにやっぱなんか結婚式って感動的なイメージが多いと思うんですけど、ここで明らかに、まあ、新郎のなんて言うんでしょう、このキャラクター感も出しながら、確か今右側に映ってるのが新婦のお父さんだったと思うんですね。でこの新郎と新婦、新郎と新婦のお父さんのこのつながりというか関係性も見せながら、会場の盛り上がりも見せながら、こうテンポとか絵の楽しさだけで今見せてると思うんですけど、このトマトさんって結構ジンバルを使うイメージがあるんですよね、結婚式で。でも楽しいシーンってやっぱり楽しいシーンというか、この動きが激しめのところ、楽しさを伝えようっていうところは手持ちで撮ってるんですよね。だからこそあのブレが心地いいんですよ。まあ、僕結構その全編ジンバルで、全編まあ言い過ぎか、9割ぐらいジンバルで撮ったりするんですけど、結婚式はやっぱりこの楽しさを伝えたいなと思う時って、僕もなるべく手持ちで行ったりしています。手ぶれがダメじゃなくて、やっぱ手ぶれじゃないと表現できない内容もあるので、なんかそういうメリハリがあって楽しい雰囲気になってるなって感じました。というわけで改めてちょっと見てみましょう。この辺から多分手持ちになってますよね。2人とは楽しい時や悲しい時、辛い時、さまざまな出来事を共有してきたんですけど、まあ、今でも鮮明に蘇ります。美しい日々の感動さ。こういうのもいいですよね。ちょっと戻りますけど、楽しい時や悲しい、あれ結構ね、これ、いろんな撮り方されてる方多いかと思うんですけど、結婚式って映像が上映されるシーンって割と多いんですよ。プロフィールムービーだったり、オープニングムービー、エンドロールムービーとか、友人の余興の映像とか、何かしら上映する機会が結構多いと思うんですけど、そのスクリーンをどう撮るかみたいなこと結構皆さん、考えること多いと思うんですけど、なんか誰かに聞いたのは、映像のアップだけ、スクリーンのアップだけ撮ってしまっても意味ないっていう声も聞いたことあるんですよ。なぜかというと、その映像だけ撮っても、その映像って結局新郎新婦データで持ってるから、その絵って意味ないよねっていう声も聞いたことありますし、だからスクリーンというか映像を撮るなら、お客さん越しの映像を撮ろうとかっていう声もあると思うんですけど、僕の考えはスクリーンのアップだけ撮るのは意味ないとは思ってないです。っていうのも、なんかその人越しのスクリーンを撮るって、じゃあそれって結局人越しのスクリーンってことは、その人が見ているスクリーンっていう情報を一個付け加わるわけですよね。それって表現の意図が変わっちゃうと思うんですよ。スクリーンのドアップで撮るのと人越しのスクリーンを撮るのって全然意味が違うじゃないですか。その人が見てるスクリーンなのか、スクリーンに映ってる映像なのか、意味が変わるから、なんかそこ撮り方の何でしょうね、意味があるないとかっていうより、その人の表現かなと思うわけですよ。で今回はこれスクリーンっていうより なんていうんでしょうね、このドキュメンタリー感の中に映ってるこれ新郎新婦なので、まあ、新郎新婦を表現したスクリーンっていうより、新郎新婦を表現したっていう方が強いとは思いますね。だから結局どう表現するかっていうところにあるのかなと思います。でこの後に、この後に友人のスピーチ中なんですけど、最後に笑い声があるんですよ。はははって周りのお客さんのね。でこの笑い声を使って、この後の2人の友人の笑顔がより引き立ってるんですよね。この時の笑顔じゃないと思うんですよ。あの友人がスピーチをした笑い声にかぶせて、映像を見ている友人なんですよ。なんかその笑い声が
生きてるなって感じましたね。多分この友人スピーチの間に流れた映像なのか前後の映像なのかわからないですけど、楽しい雰囲気がすごく伝わりますよね。はい。このカットって狙って撮ったんかな。このね、めっちゃ決まってるじゃないですか。この新郎の駐在だから新郎が一回着替えに行くために退席してるんですけど、その時に多分扉口の裏側に回ってこう旋回してる感じなんですけど、これは二人がこのポーズをするの分かってこう撮ったのか、たまたまそのポーズをしたのかっていうのは分からないんですけど、分からないんですけど、これって結婚式を取る人全てに言えると思うんですけど、何をするかが分からないじゃないですか、新郎新婦って。ただそれを推測することも大事ですし、推測できる関係性になるのもすごく大事かなと思っていて、例えば今回って受付のところに新郎がどういうキャラクターか分かる写真が飾ってあったじゃないですか。冒頭に言った通り、新婦のドレスを着ている新郎の写真が写っている。あ、結構この、なんて言うんでしょう。悪ふざけをしてくれる人なのかなとか、ちょっと推測できるじゃないですか。で、さらにその後にインタビューとかをすることで、大体どういう人間性で、どういう性格で、どういう生き方をして、で、例えば、新郎と、兄弟かな、お姉ちゃんか妹かは分からないんですけど、兄弟がどういうキャラクターでどういう関係性かっていうのを分かっていると、大体分かってくるんですよね。あ、ここでこういうことしそうだなとか、ってことはこういう風な撮り方をするとそれがより表現できるんじゃないかなとか。結婚式では、新郎新婦、まあ、だけじゃなくてお客さん全員ですけど、関係性とかどういうキャラクターかを知ってある程度推測できる関係性になるっていうのはすごく重要かなと思います。で、それが生きてこういうカットが取れたのかはわからないですけど、多分そういう一面もあるんじゃないかなと思います。そういうふうな関係性を作って、どういうキャラクターかを推測できる関係性になったっていう。だからこういうすごく面白いカットが取れたんじゃないかなと思いましたね。めっちゃ決まってるじゃないですか。で、さらにね、このお姉ちゃんか妹かわかんないですけど、が、こう手を伸ばして、そっからこうスポットライトがチラチラってするのも、これまた最高ですよね。お姉ちゃんか妹かわかんないですけど、この腕を上げてなかったら、スポットライトはチラチラなってないわけですからね。これめっちゃいいですよね。まあ、でね、またちょっとごめんなさい。話戻るんですけど、やっぱり、結婚式、まあ、結婚式に限らず、人を撮る映像って多いじゃないですか。めっちゃ多いと思うんですけど、まあ、特にこの、まあ、特に結婚式ですね。特に結婚式は、やっぱり人物を撮るときって、皆さん顔撮りません？顔。顔撮っちゃうんですよ。僕もこれ気をつけてるんですけど、やっぱ結婚式のエンドロールでも、こう、カットをこう、連ねていくときに、顔は撮っちゃうんですけど、結局顔ばっかり映ってる映像になるんですよ。僕は表情を見せて感情が伝わるって普通だと思うんですけど、表情を見せずに感情が伝われば僕はそれ最高かなと思っていて、例えば後ろ姿で泣いてるのが伝わればめっちゃ良くないですか。だって表情っていう情報がなくなって泣いてるっていう感情が伝わったら、その情報って表情がなくなって感情がバーンって上がるわけですよ。でもこれ表情が出てると、もちろんどっちも上がるんですけど、この感情は、なんて言うんでしょうね。こう、頭一つ抜けない感じはありますよね。まあ、もちろん相乗効果でどっちも爆発的に、こう、表情も感情も上がるみたいなのはあると思うんですけど、まあ、ちょっと話それましたけど、僕は顔を撮るだけじゃなくて、その顔を撮らずに情報とか感情とかを伝えるっていうのがすごく大事かなと思っています。だから、なんでしょうね。なおさらよく感じますよね。二人の表情は見せてないけど、どんな顔してるかなんとなくわからないですか？絶対嬉しそうですよね。こんなポーズしてるわけですから。思い出のポーズなのかな？わかんないですけど。で、奥に見えるお客さんは笑顔で拍手していると。
だからもう十分なんですよね。顔を見せなくても十分もう伝わってるんですよっていうところです。はい、次いきます。まだ終わってないです。ちょっとお茶だけ入れてきます。ちょっと喋るとちょっと喉が渇くもんですいません。あ、で、ここね、この映像って5分なんですけど、2部制なんですよね。2部制、ここで1回落ち着くんですよ。万歳万歳万歳で、で曲が変わるんですよね。2分ぐらいこの前編を見せて後半に移るんですけど、前編は、僕の中での解釈でしたら、前編は結婚式のこの楽しい雰囲気、新郎新婦の、キャラクターとか、その日の結婚式のこの盛り上がりを伝えるために、テンポのいい BGM を選んで、新郎新婦のキャラクターがより伝わる映像を詰め込んだ部分なのかなと思いました。だから、前振りみたいなことですかね。前振りといってももちろん楽しい映像とかばっかりなんですけど、なんかなんとなく楽しくて関係性も分かる雰囲気ではあったと思うんですよ。で、こっからが重要で、まあ、ちょっと見ていきましょうか。ここで一気に雰囲気変えるわけですよ。そんなおかんがさ、がんになってもう長くないかもしれへんって言われて、俺どうしたらいいか分からんで、そのまますぐ成田山不動尊まで行って全財産を賽銭箱突っ込んで、おかんのことを何とかしてくれってお願いした。この、まあ、多分この映ってる方は、これ推測で本当のこと分かんないんですけど、多分役者さんですね。自分の伝えたいことをお手紙とかそういうのを、役者さんが演じてくれるんですよ。昔あった出来事とか両親に伝えたい内容を演じてくれるみたいな、そういうサービスが聞いたことあるので、多分それなのかなと思ってます。で、この直前に映ってた方は多分新郎の兄弟なのかなっていうふうに推測しています。で、僕はなかなかできないカメラワークなんですよね、これ。どうしたらいいか分からんで、お姉ちゃんを撮ってて、もうお姉ちゃんと仮定します。お姉ちゃんを撮っててめっちゃ泣いてるわけですよ。財産を賽銭箱突っ込んで、そのままのカメラワークでこの役者さんに振るっていうカメラワーク、僕の中では結構、なんて言うんでしょう、ちょっとやりづらいカメラワークというか、ちょっと冒険なカメラワークではあるんですね。ただでもこのカメラワークがめちゃくちゃ生きてるというか、だからこそあえて使ってると思うんですけど、なんか僕だったらそこでカット変え切って、こっちのカメラワークっていうか、カメラ振った後でもう一回カットポイント入れるみたいな編集にしちゃうかもしれないんですけど、やっぱりドキュメンタリーってこのリアルさというか、現場の雰囲気とこのリアル感って絶対必要だと思うんですけど、このカメラワークがあることで、今役者さんが伝えたい内容でダイレクトにこう思い出しながら泣いてるっていうのがめっちゃ伝わると思うんですよ。これもしカット切ってたら半減すると思うんですよね、そのお姉ちゃんが泣いていたっていうのは。こういうカメラワークができるとめっちゃドキュメンタリーって強いよなって。でもそこをなんていうの、こうその場でこうパッと触れちゃうのもすごいですけどね。で、ちなみにこれなんて言うんでしょうね、そのめっちゃ綺麗なパンしちゃうとめっちゃ冷めると思います。さあみたいな、めっちゃうまいパンやったら冷めると思いますね。なんでしょう、あえて言うなら、そのハッと向けた感じ、パッと向けた感じの方がなんかドキュメンタリー感を出るんじゃないかなと思いますね。難しいですよね、そういうの。なんかなるべく荒くない部分を残してあげたいなと思うし、でもリアルさを伝えるならそういう部分も必要なんですよね。非常に難しいですよね、これ。うん、っていう話でした。あのことを何とかしてくれってお願いした。やけど
やっぱり2000円じゃ足りへんかったんかな、神様。昨日の晩ね、なんかね、やっぱり手持ち感がめっちゃ気持ちいいんですよ。まあ、ここも手持ちだと思うんですけど、ずっとおかんのこと、このお客さんを撮るカットも全部多分手持ちですよね、多分。このやっぱり2000円じゃ足りひんかったんかな、神様。手持ち感めっちゃ心地よくないですか？そんなことないですか？どうですか？僕めっちゃ好きですね、この手持ち感。なんて言うんでしょうね、人の心が揺れ動いてる感じがするんですよね。多分ここジンバルで綺麗に撮っちゃうと泣いてる様子を撮ってる感じになるんですけど、感情を表現してるんですよね。手持ちの人の感情の揺れ動きを表現しているから、あ、推測ですけどね。だからこそなんか心地いいですよね。だから人の感情が揺れ動かないところはジンバルで撮って、人の感情が揺れ動いているところはそれを表現しているのかなと感じている、感じています。昨日の晩ね、この父昨年他界したんですけど、昨日晩妹からその父のこの死ぬ前に結婚おめでとうみたいな、式はいけないけどみたいな動画もらって、30秒ぐらいでしたけど、父がおめでとうと息を枯らしながら言ってるのを見てですね、本当に僕は次の家庭彩香さんを幸せにしなければならないなというのは深く深く感じた次第でございます。ということですね。やっぱりこの手持ち感は心地いいですよね。めっちゃこの新郎のカットですけど、ほぼ真横から撮って結構手ぶれもしてるんですよ。でも全く気持ち悪くない手ぶれで、すごく心地いいんですよね、その感情の揺れ動き感が。僕が撮る時に意識しているのが、人の感情を撮る時、なんかこれちょっと難しい話なんですけど、表情を撮るか感情を撮るかみたいなのを僕は、ちゃうか、人の、状況を撮るか表情を撮るか感情を撮るかみたいな風に、僕は結構3つの要素で考えることが多いんですね。まあ、状況を撮るときは一般的な人の目線で撮るように考えてるんですよ。お客さん目線とか、第三者目線とか一歩引いてみるとかが状況を撮ろうと思う時の撮り方なんですけど、表情を撮るときは人の顔がしっかり分かるように撮るんですよ。泣いてる涙を撮るとか、目の動きを撮るとか、なんていうんやろ、ちょっとした顔の動き、ちょっと難しいですけど、まあ、表情を撮るときは結構なんていうの、バストアップとかしっかり顔が分かる絵、両目が2つしっかり見えるとかで、感情を撮るときは真横からとか、やや斜め後ろとか、表情がちょっと見えづらいところから撮ったりしています。これがまさにそうで、奥側の目って見えないんですよね。なんかだからこそ表情が、さっきも言ったんですけど、表情がちょっと見えづらいからこそ感情がなんかより伝わるみたいなのは感じました。そういう意図で撮ってるかはわからないんですけど、なんか感じるよな、なんか感情伝わるよなとか、まあそんな感じですね。本日私たち二人は親愛なる皆様の立ち会いのもと、夫婦としての、披露宴の途中でずっとお寿司作ってたお父さん、やっぱり新婦のお父さんですよね。だから関係性とかより伝わってたと思うんですけど、だか楽しい映像があったからこそ、今ここで新婦と、お父さんがこう腕を組んで歩いている様子と、今から新郎に娘を託すっていう、この大事さというか、この儀式だけじゃなくて親子の関係性と、この大事なこう手渡しの儀式があるんですよ。約束を交わします。私、藤村優也は彩香さんを妻とし、よりなんかお父さんの感情なんとなく伝わりますよね。さっきあんなに楽しそうにしてたけど、今やっぱりここでちょっと新婦
に対する思いとか寂しさとかも伝わってくるし、なんかここでめっちゃメリハリが余計効いてる感じはしますよね。誠実で愉快な物語を紡いでいくことを誓います。私小池彩香はゆうやさんを夫とし、優しくて穏やかな物語を紡いでいくことを誓います。ここ気持ちいいですよね。単純にここは映像として気持ちいいですよね。ザーンで、で照明もこうバーンって変わって、カメラワークもバーンで、バーンバーンで、ここ気持ちいいですよね。あたりを紡いでいくことを誓います。なかなかこんな近づけないですよね。このみんなの前で堂々と、演技をしている新郎に向かってこうあんなに近づくってすごいですよね。愛を紡いでいくことを誓います。ちょっと勇気いりますよね、ま、結婚式取られてる方ならなんとなくわかると思うんですけど、ちょっと勇気いりますよね。このピン送り僕やったらできないですね。キスシーンってやっぱりめっちゃ難しいですよね。めっちゃ大事なシーンなんで、やっぱり安牌に取っちゃうんですよ。安牌に、これだってキスする前はお客さんにピンと持って、キスした瞬間に新郎新婦にピンと持っていって、ゲストが笑ったから、まあ、新郎がこうやってキス連射してたんで、それに対してお客さんがリアクションしたからピンとお客さんに戻したんですよ。これすごい判断ですよね。これ二次会なんですかね。話ずれますけど、だって披露宴会場じゃないから多分二次会なのかなってな感じですね。やっぱり僕にはまだまだちょっと言葉にできないけど感動するっていう部分が多くて、このトマトさんが作る結婚式の映像っていうのはもう映画なんですけど、映画ですけど嘘っぽくなくめっちゃリアリティに伝わるんですよね。なんかすごくニュアンスは難しいんですけど、かっこよくて感動してでもリアルみたいな感じですね。でいいですよね。でちなみにね、その、まあ、今回この映像をセレクトさせてもらったのは、このトマトさんの YouTube チャンネルに上がってる映像だからっていうのもあるんですけど、最近はねその YouTube の方は更新はしていないようなんですけど、最新の映像を見たい方は、Instagram の方がいいです。でインスタグラムだと5分とかの映像はなくて1分に凝縮されてるものばっかりなんですね。でやっぱり今回僕の YouTube チャンネルで動画出させてもらうっていうので、やっぱり YouTube でインスタの動画を見るみたいなんてやっぱちょっとなんか嫌じゃないですか。その他のとこ媒体なんでね。なので、まあ、YouTube で上げられている動画っていう中からちょっと選ばせてもらいました。ぜひちょっとインスタとか、まあ、YouTube もですけど見てみてください。いや、 やっぱり結婚式の映像っていうのは奥が深いですよね。結局はドキュメンタリーでリアルなんで、その中でいかにこうより劇的に感動的に作れるかっていうのはやっぱ永遠の課題だなと思いますね。自分の考えを整理するきっかけになるので、なんかこういう今回の企画みたいな結構好きなんで、今後もやっていこうかなと
思います。はい、というわけで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。さよなら。